じゃあ、行ってまいります。ちなみに神社好きなんで、お母さんとよく回ったんで、しっかり魂が。慣れてますお母さんに叩き込まれて二礼して二拍手して、はい、であれです、ね、自分の住所を言うっていう、でそれを言って、はい、まずありがとうございましたと今年怪我なくできたので、はい、まあ、そこからの目標とかは秘密で、うん、はい、決めておいて、決めておいて来年の来年見ておいてください、うん、はい、まあ基本お母さんと行くんですけど、はい、まあそうですね、結構行きますね。東京大神宮とかも結構、はい、パワースポットなんで、あ、行ったりはしますね。はい、元々のきっかけとか、きっかけっていうのは自分の体を変えたいっていうのと、はい、足が速くなりたいっていうのと、あと体の連動とか知りたくて、ここのクリードさん紹介していただいたので来て、この前1回目行かれますよね、はい、どうでしたその正直な感想。結構きついっていう方が多いんで、めちゃめちゃきつかい、きつかったっす。いやでも教えていただいたことを継続して、はい、もう1、2週間、結構体も絞れてきたっていうか、はい、きついんで絞れてきたし、その肩周りのそのいろいろなすごい変わった動きをするんですけど、はい、そうですよね、結構効きましたね。ああそうですか、はい、プレーのキレも上がりましたし、はい、きついです。でもオフシーズンなんで、うん、そうですね、まあ行けるとこまで行ってきます、うん、じゃあもうそろ行きますか、はい、行きますか、はい、はい、すごい素晴らしいテンポですね。素晴らしいテンポです。 YouTube これ一番視聴率取らないと困りますよ。じゃあそれともどういう感じで追い込みたいとかってあるの？瞬発系とか、うん、ちょっと CT 系、うん、20秒、うん、ですので、うん、セットとか、おお、タバだね。ああ、よし。セット。はい、シチナイス。押し付ける。八、押し付ける。八、九、十、一、二、せーの。ハンドルが手線もそう。3秒、一、二、三、それ、逆。楽しいです。楽しいですか。はい。新しい自分に。そうですね。楽しい自分。サッカー選手らしいオフシーズン。肩甲骨絞って、し、で肩甲骨を土台としたり、こう、あ、そう。さあ、一、二、三、さあ、いや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 、よいしょ、オッケー。で倒れて、一緒にさ、ボン、ナイス。お疲れ様です。お疲れ様です。終わりましたね。終わりましたね。難しいです。新しいものばっかで、動きとか、そうですね、ひねりとかですね。そうですね、ひねり系。まあでも徐々にやっていく中で結構自分的につかめる出たのかなと思いますけど、楽しかったですね。きついですけど、
はい、そこまでめっちゃきついなっていう感じでもなかったです。いや、ちょっと平然を装いつつ、途中、はい、あ、これきついっていうのはありましたね。楽しかったっすね。また来たいっすね。あとは継続して自分のどれだけ変われるかを見つつ、はいはい、ロッカールーム